番外編最終バトル。俺は頭に来たの。まあ、ああいう汚いやつにはね、こういう青春の450馬力仕様、マインズで何と言っても。何と言ってもパワーでぶちまかしてやろうと。で、この東コースに来て、この上りでぶっちぎってやろうじゃないの。何と言ってもトータルバランスに優れたマインズの GTR で。ちょっとさっきの幅寄せで土屋さん怒っておりますが、最後の勝負、これはですね、ちょっと報道忘れたんで行ってみようかな。FF ですからね。これです。じゃーん。はい、エンジンがかかります。どうでしょう、この音。FF のモンスターといえば、ニューツーリング。300馬力ぐらいありますからね。シーケンシャルシフトですからね。さあ、果たして、GTR に勝てるかというよりは、この車、大井が乗れるか、問題です。舞台はエミサーキット東コースへと移され、両者にセッティングの時間が与えられた。後ろ固くしてみよう。さっきと同じぐらいで。さっきより、うん、もうさっきよりもっと。はあ、お腹いっぱい。もういいわ。すげえレーシングカーです。当たり前か。まあ先ほどのでちょっと気合い入りましたので、プロの走りをちょっと見せてみたいと思います。はい、難しいのはわかるけど、ちょっとダサすぎでしょ。スタートはしょうがないよね。いいえ、ダサすぎです。両者テールトゥーノーズのまま S 字をクリア。さあ、大井マリノに仕掛けるチャンスは来るか。こちらは土屋マインズ号、チューンド GTR の王者を操る土屋選手のスムーズなドライビング。この走りは絶対見逃せない。大井マリノから2台の速さの違いをチェック。ブレーキングからターンインはマリノが抜群に速いが、クリッピングで詰まってしまう。立ち上がりはやはりマインズ号が速いから離される。このままでは土屋マインズ号が大きなミスをしない限り、大井マリノが前へ出れる可能性はないということだ。はらむチャンスだ。しかし今回の土屋選手は厳しい。大井の走りを読み切って巧みにブロック。ステアリングが重い上に挙動が超シビアなマリノをコントロールすることが精一杯の大井。懸命に仕掛けるが、勝負はマインズ号を 100% 操る土屋選手の手の内。さあ、ファイナルラップ仕掛けた。でも入れない。
隙間チェッカー FF 対 FR 究極のバトルは土屋 FR 組の技の勝利に終わった。しかし大井君も取材にかこつけていいもんに乗れたね。この加速すごい。いやでもねストレートがねこれめちゃくちゃ速いんですけどね、それに結構ついてくるんですよね。さすがにあの軽いだけあるね、レーシングカーはね。あのやっぱり GTR だから重いっていうことがあってアンダーステアがちょっと強いね。だから FF がアンダーだって言っても GTR の方が車重が重いからどうしてもアンダーの方が強くなるし、でタイヤをやっぱりあの GT 選手権用のああいう割と太めでソフトがチョイスできれば結構コーナーもいい勝負できるじゃないですか。まあ、あのこれが 4WD だっていう人もいますけども、トルクスプリット 4WD っていうことで、FR ベースの4駆です。ですからテールが滑ってから4駆になるっていうことを考えると、これはあの僕に言わせると肉ではないかなと。 GTR は肉のように操ります。お疲れ様でした。お疲れさん。まあ、今回はねいろんな車に乗ってきましたけれども、まあ、FF 対 FR っていうタイトルはついてますけれども、まあ初めて乗る人たちはもうあの俺は FF が好きだ FR が好きだっていいんじゃないですかね。そうですね、うん、だからどっちかっていうと俺はそのいい車でお金をかけてそこから走り込むんじゃなくて、やっぱり最初のうちってのはぶつけるから、やっぱり安い車で自分の手に入る範囲の価格でね、そういうもので選んでいくと、やっぱりあの04が10秒だとか、うん、そんなこと言っててもさ、こういう車たちでやっぱりコーナーを全開で攻める方が俺は楽しいと思うよ。でも今回の車だってもう0分13秒ぐらいから、まあ、13秒台から、17秒ぐらいもあったんですね。その中でまたどう選ぶかっていうのはねあると思うんですけど、まあだからそれはさ、その自分がそのパワーを操れるかどうかっていうのが大事なことだと思う、うん、でそのパワーを操れないであの走行会に行ってもタイムが速いとかね、うん、でもユーノスに乗ってたらそいつよりも5秒遅いけれどもコーナーはちゃんと車を操ってる、はいはい、そういうふうに一つ一つ自分の技術に応じてパワーを選んでいく、そのパワーを乗りこなせるようになってから次の車にステップアップする、そういうのが俺の考えるベストな車のチョイスの仕方と、今回紹介した車は全ておすすめの車ですので、こういう車で、ほとんど8割9割の走りがこの車をねじ伏せることができるようになってから次の車にステップアップしていってほしいなと思います。